ちょっとしたきっかけが未来へ紡ぐ初めの一歩に、幸せの種。今回幸せの種をまいているのは、洋服を着たまま水面に浮くことができる着衣泳を広める活動をしている競泳元日本代表の岩崎恭子さん。今日はこれから参加者の皆さんにですね、水に触れ合いながら着衣泳のレクチャーをしたいと思います。正しい知識をつけて楽しく水で遊びましょう。いつ巻き込まれるかわからない水難事故、洋服を着たまま水面に浮いて救助を待つ着衣泳を知ることで、自らの命を守ることができます。岩崎さんの幸せの種とは？選手でも衣類を着たまま泳ぐとどれだけこうタイムが違うのかっていうことを検証するので使っていただいたんですね。でその時にまとわりつくとか、泳ぐのと救助を待つのっていうのは別物なんだぞっていうのをそこで知ることができましたし、暖かくなると海とか川で子供を巻き込んだ事故がすごい多いので、いざという時のために今日学んだことを生かしたいなと思いました。岩崎さんが未来に咲かせたい夢、今学校でもプール実際なくなってきているところが多いんですよ。義務教育中に学べる機会があって、命を守る、命の大切さっていうのも伝えていくことを私は重要じゃないかなというふうに思っているので、この着衣の活動はずっと続けていくつもりでいます。着衣泳を習得し水難事故を自ら防ぐ、あなたの幸せの種は今どこに？